ばんは。3月13日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。反転攻勢の失敗や東部戦線での撤退が伝えられるなど、劣勢に立つウクライナの現実について、戦地を取材した記者の目線を交えて議論します。今夜のゲストをご紹介します。元外務省大和局長の東郷和彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて産経新聞外信部次長兼論説委員の遠藤良介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。まず遠藤さんをご紹介します。遠藤さんはモスクワ支局長など日本の記者として最長の連続11年8ヶ月にわたり特派員を務め、ロシアに深く入り込んでの取材をされてきました。2022年にはロシアによる対日制裁で主要メディアの現役ロシア担当記者としてただ一人入国を禁止されています。またウクライナ侵攻直後から今年2月まで5回にわたってウクライナを訪れ、現地での取材などが高く評価され、先週国際報道で優れた業績を挙げたジャーナリストに贈られるボーン上田記念国際記者賞を受賞されています。ということで、この現役記者としては唯一ロシアの入国を禁止されている遠藤さん、はい、きっかけ理由は何だと思われますか？とにかく長年ロシアのことをずっとやっていまして、しっかり監視されてたと。で、非常に正しい報道をしているということで睨まれてたわけですよね。それからあとダメ押しになったのが、私ウクライナ侵攻後ですね、ロシアの外務次官を務めたクナウゲさんという、日本との縁の非常に深い方がいるんですが、その方の電話インタビューをやりましてね、ただこの侵攻をもう非常に痛烈に批判をして、そしてもう決め言葉はもうロシアの外交官はみんな両親の辞職をしろというようなことを言いましてね、で当然これは大事なことなんで、私産経新聞でも大きく取り上げてですね、まあダメ押しはそれでしょうね。ちなみにそのクナウゼさんは今は、今はですね、ちょっとあんまりね、我々がこう取り立てるのは今良くない状態で、実はその後ご無事なんですか？まずご無事はご無事です。ご無事は幸い。産経のインタビューの後もですね、戦争に批判的なことを発言したりされて、今はですね、ロシアでスパイとほぼ同じ意味の、外国の代理人というものに指定されてですね、要するに通常よりも厳しい監視下に置かれているという状況なんですが、ご無事はご無事なんで、しっかりと安全が確保されるように我々も注意していかないといけないと思っています。はい、はい、その遠藤さんがご覧になったウクライナの様子も伺っていきます。はい、そしてご紹介します。神戸学院大学教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんです。よろしくお願いします。今夜のゲスト遠藤さんは、ロシアによる侵攻が2022年2月に開始されてから戦地での取材を続けてこられました。5回にわたって行かれています。キーウ、オデーサ、キーウ、ハルキウ州、キーウ、ハルキウ州のほか、ドネツク州、ルハンスク州、ザポリージャ州など様々訪れています。例えばこのロシアとの激戦が繰り広げられたハルキウ、そして激しい戦闘が続くドネツク、ルハンスク、この最前線など取材されてこられたわけで、先月もその最前線で取材をされてこられました。遠藤さん、まず現地ではどのような声が聞かれたんでしょうか？はい、今、劣勢ということが言われてですね、特に今東部の前線、一部の場所でウクライナが大暴されてですね、そして、最近でもアブデーフカという場所から撤退をせざるを得なかったということがあります。ただ、一つですね、これポイントは非常に長い戦線なんですよね。北から南までもう1300キロと言われているわけで、ある意味ですね、私なんかが例えば一番近くに行った時っていうのは去年の夏ですけれども、ロシア軍の部隊まで1キロという場所まで行きました。ただそれはですね、何も私がすごいとかそういうことではなくて、現実問題としてそういうふうにかなり近づける場所があるということなんですね。つまり1300キロも前線があってですね、そして一部の地域は確かに猛烈な激戦になっているんですが、全てが全てそうじゃない、ほとんどの地域は塹壕戦、塹壕にこもって、そしてそのラインを守るということをロシアもウクライナもやっているという状況なんです。ですので、
直近のですね、まあ、ちっちゃなこの都市をとか、あるいは特に集落の類をですね、取った取られた、そして特に最近ウクライナが引いてしまった、というそこだけを見てるとですね、ちょっとあの情勢を全体として見誤るというのがあります。で、まあ、この後お話ししていくことになるんだと思うんですが、あの砲弾の不足ですね、これはもう当然あの深刻なんです。ただ、この砲弾の不足というのはもうこの戦争始まった時からずっと続いていることで、まあ、その程度の問題ですよね。それがちょっと最近ひどくなっているのは確かなんですが、しかしだからといって今すぐウクライナが白旗を上げるということもないしですね、だからといって士気が大きく下がっているということでもありません。毎回私あのウクライナに行くたびに、さすがにウクライナもだいぶ疲れてるんじゃないだろうかというね、ある意味予想を持っていくんですけれども、大抵の部分でその予想を裏切られる、ということになります。今の時点で、この戦争を、やめなきゃいけない、やめるべきだと思っている人というのは私は率直に言ってお目にかからない。現場では、前線では、前線でも民間の人たちでも、そうです。でも世論調査をかけると一定数いますよね。それは世論調査にもよりますけれども、まあ、例えばあれですよね、この戦争を終わらせる平和のためには、領土面で譲歩して、してもいいという人がね、まあ、ちょっとそれが増えて、例えば 19% ということになってたりします。あるいは最近だとウクライナで、動員ですよね、これから動員を拡大していく、でそういうものに反対だというかね、私は戦いたくないという人、いっぱいいるんです。ただじゃあその人たちに実際話を聞いてみると、自分は確かに戦争行きたくないけど、でもこの戦争をやめていいとは思わない。なるほど。やめることはできない、というような、ね、非常にこう複雑なものがある、だからおそらくはこの世論調査で例えば領土で譲歩してでもというようなことを言う人たちも、この侵略されてそれを守るというね、ウクライナがやっているのはあくまで交戦ですから、その戦いの意義を見ないというかですね、そこまでこう否定するというようなことではない、ということで、そして大事なのはその世論調査を云々でいくと、やっぱりもう 70% 以上の人がね、やっぱり今もいかなる領土の妥協もせずに、交戦を続けるべきだと、考えていますので、これはこれでやっぱり2年経ってですね、やっぱりこれだけのまだ数字が出ているというのは、大事なポイントなんだろうと思います。江戸さん、2点。1つ、弾薬不足というのは、例えば前線に行くと明らかに向こうから撃ってくる弾の数が多いというのは実感するもんですか。そこまで私が自分が直接ですね、弾薬の数も自分が感じるというのは、残念ながらそこまでは判断ができないんですね。で例えばいろんなところ行った時にもうとにかくボン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 音は聞こえてくるんだけれども、それが味方のものなのかこっちに飛んできてるのかも例えば分かりませんし、これは前線にいる人たちの話で聞くしかないんですね。で前線にいる人たち その兵士たちの話を聞くと、彼らは要するに実際に撃ってますし、撃たれる、そしてその、戦車でも何でもそうですが、その火器で、撃つその時間とかですね、回数、それで測ることができるわけです、その彼らが言うのは、今5倍1対5、あるいはそれよりも悪いと、いうことが言われています、もう一つ、現場その最前線、前線への移動手段は、遠藤さん自身はその一定のところまで電車で行って、そこから車とか、ないしはツアーが組まれているとか、個人でコーディネーターを雇わなくちゃいけないのかとか、これどうやって前線までアプローチするんですか。これは、個人でやります。個人でやるんですか。そうするとコーディネーターがいるんですか。コーディネーターを、現地人も、やはり雇わなければいけません。これはそれをやはり絶対しなきゃいけないというのがあって、やはりその現地人が一番分かっているわけですね、そのどこは大丈夫だ、どこは危ない、そしてそれはまさに日によっても変わりますしね、だからそういう人の助けを得るというのはやっぱりこういう取材では絶対的に必要なことで、そういうその現地の人のドライバーですね、その車で行きます。それシビリアン、民間人、民間人です。軍人でちょっと休暇の人みたいな人が捕まれば、多分一番ここはいけないとか、これは安全とかっていうのが分かるのかなと思いながら、そんな人見つかりませんよね。民間人のや
いるんです、はい、やってくれます住民が。で、現状をお話しすると、はい、その前線地域に行くまでにですね、うん、これ単にポンと行けばいいということではなくて、はいはい、何重にも検問が組まれてるんですね、うんうんうん、軍の検問、警察の検問、はい、組まれてて、やっぱその検問を通るための手続きというのは必要で、これは事前に、軍なり関係するところに申請を出してですね、はい、その検問を通らないといけない、うん、それはあります。で、あとはもう、地元の人と、うん、協力してやっていくという形ですね。どうぞ、その冒頭の話についてのご感想を一問伺いたい。その、はい、インタビューを取った外務次官が今事実上その国内に置いているスパイと同等の処遇を受けて監視下に置かれているという、うん、その方、はいはい、さんも名前はご存知ですか。クナゼテヤンというですね、はいはい、92年の、ロシアから出してきた最大の情報案を作った男ですよ、はいはい、それでその前から、まあ、プレストロイから始まって以降ね、うん、はい、自由に話ができる中で最も簡単相手らして話せた人ですね、うんうんうん、ですからそのちょっと胸が張り裂けますね、うん、今彼がそういう状況になったということは、うん、まあ、彼はやっぱり人間として、はい、それから ロシア人として、うん、信念を貫いて、うん、思ったことをそのまま言ってると、うん、それはしかし戦争をやってるロシアの社会の中では、うん、まあ、受け入れられないの覚悟の上でのご発言というふうに聞きました、うん、はい、では今お話にもありましたけれども、この戦況図を見ていきます。侵攻を続けるロシア軍に対して去年6月から始まったウクライナの反転攻勢について失敗という見方、あるいはこの先月アウディーユカから撤退したことなどを受けてウクライナが劣勢に立たされている、こういったこう西側メディアの報じ方があるわけなんですが、実際にではウクライナは劣勢にあると感じているのか、遠藤さん、こう皆さんお話伺うと思うんですが、どのような心持ちで皆さん今いらっしゃるのか。はい、ですね、反転攻勢の失敗、これは、ね、明らかに失敗だと思います、うん、これはもう否定のしようがないんですね、うん、でやっぱり理由は、ね、いくつかあって、はい、まず時間を与えてしまった、うん、つまりやっぱり間髪を置かずにですね、反転攻勢を去年早い時期にできるだけ早い時期にやるべきだったのにできなかった、うん、そのための武器、要員の訓練、それがなかったということで、うん、陣地をがっちり築く時間を与えてしまった、はい、でところがウクライナ人自身もですね、去年の反攻作戦がやっぱりもっと早くうまくいくというふうに非常に楽観してたところがあるので、うんうん、この反攻作戦の失敗ということについてはやっぱり落胆はしてます、うん、いや思ってたのより違うと、うん、もっと早くですね、去年華々しい成果を上げてね、うん、かなりのとこまで進むという多くの人がそう感じていたんです、うん、ただこれは見る人が見ればもう最初から難しい作戦、そして失敗した、うん、でそして今なんですけれどもね、うん、あくまでその劣勢にあるという先ほども申し上げた、うん、その東部戦線の今一部の戦況だけを見るとそうなんですが、うん、要するに今反攻はもうできないということは、うん、ウクライナも分かっていて、みんな分かってるんです、うん、これはね、ウクライナも分かってるし、西側も分かってるし、国民も分かっています、うん、ただですね、今年やることってのはもう防衛防御なんですよね、うん、ウクライナの課題というのは、うん、今ある線を守る、うん、場合によってはちょっとは攻め込まれる、失うところ出てきますけれどもね、うん、しかし今ある線を守って、うん、そしてできるだけロシア軍に損失を出させること、うん、一般に言われる攻撃より防御の方が楽だという鉄則ですね、うん、昔からの、はいはい、攻撃して突破するには3倍の戦力が必要だと言われているわけです、うんうんうん、全くそのことでして、うん、しっかり守ってできるだけ損失を出す、それを今年やるんだということで、うん、もうしっかり気持ちを切り替えてね、軍人も民間の人たちも理解してますんで、なんて言うんでしょう、今ウクライナの現地の人たちのあれを見てると、まあ大まかに言うとみんな、あんまりジタバタは決してしてないんですね、うん、どんと構えてやるべきことをやろうと、うん、自分たちにはそれしかないんだということで、うんうん、そこら辺は達観した見方をしているというふうに思います。こちらに先月遠藤さんがハルキウ州を取材された時の写真をご用意しました、
この写真、まず左側と右側それぞれ同じところですか？同じところですね、はい。ちょっとご説明しますと、はい、先ほどの前線は戦線はすごく長くて、全ての場所で、常に激しい戦闘をやっているわけではありませんという話をしました、まさにこれがそこのそういう場所でして、これは、ちょっと詳しい場所はね、お話しできませんが、ハリキウ州内の、激戦が行われている場所ではないところ、そしてロシア国境からの距離でいくと、1.5キロ、国境から 1.5 キロ。ただ現実問題、たまたま私行った日はの天候が霧がかかっていて、戦闘があんまり、できない日だったというのもあるんですが、ある種まあ平穏な場所でして、でそこでこれ彼らが今拠点陣地を作ってるんですね、でこれは見ていただくと分かると思うんですが、右側、これ寝室なんですけれども、これ地下ですか？地下です。地下山王です。で左側の入り口ですね、こういう、ちょろっとカモフラージュされた入り口があって、そこを入っていくとですね、でなんと驚くことに今もうすでにできているのがこれ地下トンネルが 3.5 キロ、でまだまだ伸ばすと言っていて工事をやっているんですね、でこれ見ていただくと分かるんですけど、これすごく綺麗なんですよ、こんなね、陣地なのにこんな綺麗な寝室があって、台所、食堂、浴室、洗濯室、いろんなものがあってですね、地下都市と言っていいんでしょうか、そういうものを作ってるんですね、ごめんなさい、揚げ足取るようで悪いけれども、申し訳ないですけど、これ外国プレス向けのショールーム塹壕ではないんですか？これはね、ある種ただ行ったのは私一人ですので、なるほど、失礼しました、あくまで、こういう機会がありそうだということで、一人で行っているものです、ですのでプレスツアーとかですね、そういうものではないんですね、でただ、見せてくれるには一つ理由があるというのもあります、それは何かというとですね、こういう拠点塹壕を作っていますよというのが、ある意味ウクライナが今年やることを先ほど申し上げた積極防衛ですね、積極防衛というのはアクティブディフェンス、今あるラインをできるだけ守って、そして敵を疲弊させる、損を出すことをやるわけですよね、この拠点陣地というね、ここに今映っているこの陣地というのは普通 の, その歩兵とかですね、迫撃砲の人とか、今激戦が行われている場所にはこんな綺麗な陣地はないわけです、ただこれから激戦になる可能性のあるところ、あるいは今戦闘が起きていないところで、こういうその素晴らしい陣地を作って、そしてもう守りに入っていると、ウクライナがですね、それを象徴する、陣地ということになります、ごめんなさい、こちらの地図でいうとね、場所大体でいうと、要するにこちら側の国境なのか、北方のロシアとの国境なのか、どちら側ですか？の北方の方ですね。北方の方。北方の方です。ということは、例えばそのよく言われるロシア側から の, その反攻、攻撃 の, そのシナリオとして、ロシア領から攻め込んできたハルキウ、その先 の, そのキーウを 見通したその大規模な攻勢があるかもしれないという、それに備えた地下塹壕だという理解でよろしいんですか？そこまでのものがあるにせよないにせよ必要だという位置づけですね、ここについては。でそれからその確かにキーウ、ハリキウというのが、今劣勢だという文脈でですね、たまにやっぱりそういう話が、出ることありますけれども、ね、私はね、個人的にちょっとそこまでは到底できないと思ってます、ロシアにね、キーウは到底できないでしょうし、それからそのハリキウというところですね、ここもロシアの戦力から考えて、厳しいと思ってますが、仮にそこのハリキウってところまでやったとすると、この、ハリキウの人たちっていうのは相当、何て言うんでしょう、士気の高い人たち、キーウの人たちともかなりそのあれが違うんですよね、メンタリティが、ですので万が一ハリキウをロシアが落としたとしても、これはもう血みどろのパルチザン闘争になって、ロシアも大変なことになるというふうに思います。だからこのあれでいくと、やっぱり今南部の方は、大丈夫なんですけど、やっぱり東部、今のこのハリキウ州の方でいくと、このルハンスク州からちょっと北の方を飛び出たところですね、ハリキウ市に入っているところ、クピャンスクという場所がありますけど、例えばそこなんかもちょっとこの辺ですよね、そうですね、その辺がちょっと
大変だし、場合によっては、うん、ある程度の場所はウクライナが撤退していくというようなこともあるでしょうけれども、うんうんうん、ただまあ現状、うん、今のペースでいく限りこのハリキウだ、はい、キエフだということには到底、うん、私はいかないと見てます。ローマ教皇、9日に公開されたスイスメディアのインタビューで、状況を見つめ国民のことを考え白旗を上げる勇気、交渉する勇気を持っている者が最も強い、このように述べ、ウクライナが停戦交渉を進めるよう促しました。これに対しゼレンスキー大統領は名前こそ挙げなかったんですが、教会のあるべき姿は2500キロほども離れた場所から生きようとするものと破壊しようとするものの仲介を試みることではない、うん、このように反論をしているわけなんです。このそもそもなぜこのタイミング、どうしてこの発言ということが気になるところもあるんですが、岡部さん、まずこのローマ教皇の発言というのは誰に向けた、どんな色合いのメッセージなんでしょうか。正直に言うと何も考えずに言ってるというのが私の見解です。これは実はちょっと意外に思われて、まあ東郷先生も今ちらっと見られてちょっと怖いんですけど、まあ昨日 のオンエアも佐藤勝さんのを見たんですけど、ちょっと皆さん考えすぎで、まあ言ったら失言王なんですよ。過去の失言っていうのはもう数限りなくあって、例えば去年ですと、例えば何だったかな、この戦争っていうのは最も残忍なのはロシアの少数民族だと、ブリヤート人だとか、ここ平気でこう言っちゃう人なんですよ。そう、まあ、差別じゃないですか。でそういうことも平気で言ってしまうし、まあ、ちょっとあえてちょっとぼかしながら言うと、10年ほど前はですね、この教会のこの出世主義っていうのは伝染病のようなものだみたいなことを言って、その伝染病の人たちからはかなり反発を食らった。こういうことは数限りなくありまして、こういうこと結構言う人なんです、その流れで言うと、まあ、これ言いそうなことだなというのが一つ、もう一つこのタイミングが、もしそれはもしタイミングが何か意味があったとつなげられてしまうとちょっとあれなんですけど、ちょうどこ の、まあ、西ウクライナでは、まあ、東方天霊カトリックが結構強いわけですよね、はい、ユニエイト、昨日も話が出ましたけど、はいはい、その実はトップのスビャトスラウシェフチューク総大司教は今アメリカにいるんですね。ちょうどアメリカ訪問中なんですよ、うん、でそんな時に、うん、こんなこと言ったらまあすごいことになるじゃないですか。それで共同で例えば現地 の米国カトリック教会とかってミサとかしてるんですけど、はい、もうそのカトリックの人たちにこれどういうことなんですかってこう、うん、聞きたいですよね。聞くともう逃げるんですよ、はい、もうコメントできないっていう、もう分かんないから、分かんないからコメントできない。だからまあこのタイミングは特に何か意味があるかっていうと、僕はこの結構失言癖の一つなんじゃないかなというのが正直なところです。なるほど、はい、そうするとじゃあその後の政治的な余波とか、ゼレンスキー大統領の反応とかっていうのはどんなふうにご覧になるんですか。もちろん反応は出てますし、はい、これウクライナ国民からすると、する私の知人でもですよ、はい、ちょっと怒って僕にメッセージ送ってくるような人がいて、まあ、僕に送ってきても困るんですけど、ではないけど、はい、その人たちもちょっと強固なに言ってるんだということは言ってまして、うん、もちろんこれは東方天霊カトリックの教会にはもうオフィシャルな声明が出てて、はい、これは教皇がそう言ったところでウクライナっていうのはもちろん降伏することもないし、うん、まあ、これから我々はやはり、まあ、戦っていくというか、なんて書いてましたかね、とりあえず、まあ、今のまま進んでいくというような声明も出してるっていう。ごめんなさい、その東方天霊カトリック教会っていうのはカトリックのバチカンを総本山とするカトリックの組織の中の一部ではないんですか。ないんですけど、こういわゆるカトリックのこう教義は持っている、という形ですね。まず聖職者もちろん再退もできますし、そういうことですか。教義、いわゆる儀式なんか服装とかは、はい、正教会に近い、東方の教会に近いという形です。ただカトリックとはすごくつながりが強くて、まあ、ちょっとついでにちょっと言うとですけど、はいはい、実際2002年だったと思うんですけど、ヨハネ・パウロ2世がウクライナを訪問して、はい、それはすごく大事件だったんですね、ウクライナって、うん、もう本当にやっと教皇が来てくれたっていうことで、うん、まあ、すごく迎えられてですね、うん、大々的な歓迎式典なんかもあったんですけど、はい、今考えてみるとヨハネ・パウロ2世ってやっぱりできた、まあ、私が言うのもないですけど、できた人だなと思って、うんうん、例えばさっき言った通り前のベネディクト16世大家もですね、うん、かなり失言が多い人で、例えばイスラム批判をしてみたいとか、うん、いろいろあったわけですよ。だから結構この教皇 のポロッと言っちゃうってことはあると、うん、まあ、しかもこれはテレビのインタビューなので、うん、まあ、これが公式声明かどうかっていうのはちょっと分からない。これまあ、どうしてテレビのインタビューを選んだんだって言うと、まあ、いろんな理由付けをする人がいるかもしれないけど、僕はちょっと失言癖の一つかなと考えてますね。東郷さんいかがですか、このローマ教皇の発言っていうのをどのように東郷さんお感じになりますか。私はもともとですね、はい、一刻も早く停戦、はい、これが今私が考えるべき、うん、あるいは多くの人にできるだけ考えてもらいたいことだという意見の持ち主なんですね、うん、はい、
それでこの今日ローマ教皇さんが言われた白旗を掲げる勇気というのは、まさにですね、その一刻も早く停戦を実現するためには交渉しなくちゃいけないじゃないですか。そうですね。だからそのためのあのイニシエーティブが必要ですよということを言ったんで、あの非常に僭越な言い方をさせていただければ話題を得たりと、いう気持ちですね。というとこの強硬な発言はロシアの利害から言うとロシアの利害に合った、ロシアの利害に沿った発言だ。これロシアに合わせたとは僕は申し上げません。結果的に今回のフランシスコ教皇の発言はロシアの利害に沿った発言になっている。しかし今の時点のプーチンの立場はですね、この前のカッター・カールソン の、あの2時間のインタビューの中で繰り返し繰り返し言っているのは、できるだけ早く停戦なんですね。それからこの教皇の発言は、私はあの機を逸にしていると思うので、できるだけそのことにみんな注目していただいて、交渉というものが少しでも早く、あの始まってほしいというのが、エドさん、この強硬発言とゼレンスキー大統領の反応はどうご覧になるんですか。そうですね、あのウクライナからは、ね、あの相当いろんなところから強く、反論が出ていますので、私もあの岡部先生とあの同様に受け止めているんですけれどもね。でも一つ補足させていただきますと、あのこの、ガリツィア地方、というところに、リビングのところですね、この前大変いい地図を出していただいたんですけども、今出てます。ここはどういうところかというと、あのドイツが1941年に攻め込んできたのはまさにここなんですね、でここでその、ステファン・バンデラが出て、でそのドイツと協力して、つまりナチスと協力して、ウクライナの独立を実現したいと、ところが、戦争が終わって、赤軍と戦ったわけなんで、この戦った人たちの大部分はカナダに亡命したと、でその、人たちが、91年に、あのウクライナが独立した後にですね、やっぱり故国を、に戻るということで、相当分ここに帰ってきたと、いうことなんで、その今こそ白旗を上げて、交渉に入りましょうというメッセージは、でまさにこの部分というのはカトリックと非常に深い関係を持っているわけですから、そのカトリック教徒に対して主要なメッセージが教皇から来ているというふうに考えるべきだと思うんですね。でこの部分がウクライナの中で最も強硬な主戦派ですから、私はその観点からも、教皇様がこういうメッセージを出したということは、とても重要なことであるというふうに思っています。ここで岡部さん、東京都の40代の方から、当初は私もウクライナがロシアを押し返してこの戦争に勝つことを望んでいましたが、最近の情勢を聞くところ、厳しい戦いが続き、時間がロシアに利することになっていると聞いています。この教皇の発言も受けて、ウクライナは一旦停戦の交渉するべきであると思いますか。岡部さん、どうでしょう。教皇の発言を受けてそれすべきかということですね。教皇もこのように停戦するべきと発信していますけれども、実際のところどうでしょうか。正直に言うと、もちろんこれ戦争は私は終わってほしいのはもう事実なので、いつでも停戦はしてほしいんですけど、ただ今の状態ではこれ非常に難しいというのがこれ現状です。これ一つはなぜかというと、どうしても占領地にいるウクライナ人というのがいるわけで、言ったら今停戦してしまうと、その人たちを棄民してしまうようなことになるわけですよね。犠牲のもとになる停戦ということなので、個人的にはそれはちょっとどうかとも思うし、ウクライナにとってもちょっとそれはありえないんじゃないかなというのが一つです。もう一つちょっとそれと関係してなんですけど、さっきのちょっと東先生の話で一つだけちょっと抜けるところがあって、バンデラは確かに行ってですね、ハリチーナに行って、リビウに行って独立宣言をするんだけど、その後捕まっちゃうんですよね。これもちょっと大事なウクライナのねじれの歴史でして、もちろんナチスと共に独立できると思って西ウクライナに入るんだけど、ナチスによって捕まったという歴史もあって、これは両方と戦うことに第二次世界大戦中はなるということも結構重要なファクターかなと思うのが一つで、もう一つは教皇が確かに教皇聖歌が確かにこうカトリック系の人たちにメッセージを出すというのはそうなんですけど、下手するとこれはシスマみたいになってしまうリスクもあるわけですね。いわゆるもうこんなだったら教皇の言うこと聞けないわと思う人も今の状況だっているかもしれないので、そのリスクを取るほどフランシスコ聖歌に考えがあってテレビのインタビューに答えたかなというのは正直な感想です。
今の話、遠藤さんね、その結局このフランシスコ教皇の発言というのが実際ウクライナにどのくらいの影響力をもたらしうるかというところが僕ら分かんないからこの話ぐる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 回り続けるんですよ。どうなんですか、どう感じになりますか、この発言って何らかウクライナに対して政治的な影響を及ぼしうるのか。いや、ないと思いますけどね。ない、なるほど。みんながみんなで、先ほど その、はい、東方伝令カトリックというわけではない、はい、ウクライナ正教の人たちが多いですし、はい、それから何て言うんでしょうかね、ウクライナの人たち今この戦争始まってからですね、はい、西側とかそれからそもそも国際機関に対してもね、うん、すごくね冷ややかな部分も多いんですよ。つまり当然その西側に助けてもらって、うん、そのことにはすごく感謝をしてるんだけれども、うん、やっぱりいろんな支援がね、はい、昨年もそうです。武器支援なんかも約束されたものが、うん、約束された量よりも少なく、うん、しかも遅く来てる、うん、というようなこと、はい、それからなかなかこの自分たちは侵略、一方的に侵略されている側なのに、うんうん、例えば国連ですよね、うん、あるいは、国際赤十字、はい、そういったところがちゃんと機能してないじゃないかというね、うん、そういう不満もあります、うん、ですので、なんて言うんでしょう、本当にその外のことに対しては、うん、ある意味いやそれはそれ、自分たちは自分たちというね、うん、達観したところがあるように私は思ってます。